国後島を訪問する今回のビザなし交流には、中高生や教員ら65人が参加しています。国政復帰後初めて参加する鈴木宗男参議院議員は、現地の行政関係者と平和条約締結について意見交換することに意欲を示しました。友好の家に、いわゆる宗男ハウスに3泊できるということは、私はありがたいなと思ってるし、平和条約を結ぶその意味は世界に大きな役割を果たすということをよくですね、行政府の皆さんにもお伝えしたいとこう思います。訪問団は今日国後島で入域手続きを行い、3泊4日の日程でロシア人住民との交流や施設などを見学した後、今月10日根室港に戻る予定です。